はい、どうもネイティブフォレストです。今回はですね、前回ケージの中、水槽の中、ファンを使って空気の流れを作るという動画をアップしました。それから、2週間から3週間経ちましたね。それのですね、結果発表というか、検証の結果を報告したいと思います。結論から言いますと、ちょっと失敗だったかなというところに至りました。というのもですね、やっぱり最初から懸念してたケージ内の乾燥ですね、湿度の低下、これが起こってしまいました。朝ね、しっかり霧吹きして、夜ですね、湿度計を見たら、60% くらいに下がってしまってるとか、そういうことも結構頻繁にありましたので、1日ね、霧吹きを忘れてしまったら致命傷になるのかなという感じでした。植物の成長はね、感覚なんですけども、早まったような気がします。うまい具合にね、空気の穴とかを小さくして調整すれば、いい結果が出るのかなとは思いますけども、ちょっと今回そんな感じに、ね、なってしまったので、密閉のね、ケージに戻しました。いろいろね、アドバイスいただいた方とか、期待していただいた方とか、こういう結果になってしまって申し訳ないです。失敗は成功と、成功は大成功と、僕のですね、好きな、言葉、座右の銘ですね。なので、こういうことだったっていう風に、分かっただけでもいいかなと思います。はい、今回はね、検証動画でした。はい、以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。